ばんは。こんばんは。さっきぶりの方はさっきぶり、どうも。PUBG の次は、デッドバイデイライトしていこうと思います。イエイ。ということで、逃げていきましょう。サバイバーでプレイ。こんばんは。どうも。晩ご飯を食べて、ちょっと眠くなってきたなと思って、横に、なっちゃいそうになるのを必死で抑えて、うわ、赤ピンだ、やべえ。ちょっとここ一回出よう。いや、この時間寝たらまた遅くなっちゃうなと思って、ちょっと寝ないためにちょっとゲームをしようかなと思いました。いや、これ寝るな。鍋じゃなかった。鍋じゃなかった。なんか普通にご飯だった。黄色ピンならまだいけるかな。こんばんは、やらせ。こんばんは、こんばんは。いや、すごい眠くなってきたから、ちょっとやばいなと思って。この時間から寝てたら、多分私3時間は寝るから、3時間寝たら、ちょっと厳しいかなと思って、ちょっとゲームして、起きようと思って。あ、これ初見？こっちは初見。どんなゲームですか？まあ、簡単に言うと、本当に簡単に言うと、鬼ごっこですね。もう鬼からひたすら逃げる生存者、みたいな感じの。鬼側もプレイできるんですけど、私は逃げる側のが好きなので、まあ、逃げるサバイバーの方をね、メインにやっております。サバイバーの目的はただ一つ。逃げることですね。フィールドがいくつか用意されてて、そのフィールド内に出口が2つあるんですけど、その出口を開けるために必要な電源供給をするジェネレーターというものをね、必要こす回す必要があります。ですので、鬼に見つからないようにそのジェネレーターを修理しつつ、鬼の気配を感じたらさっと逃げるみたいな感じですね。鬼に捕まってしまうと、ちょっとね、吊るされ台に吊るされちゃって、仲間の助けを必要とする状況になっちゃうので、なるべく足を引っ張らないようにはしたい。なので、見つからないということが、まあ、最大の強みというか、なんだろう、勝つための道？鬼にもいろんな種類があって、罠を仕掛けて生存者をはめる鬼、瞬間移動ができる鬼、ステルス化する鬼で、鬼が近づくと基本心音が聞こえて、ドクドクドクって鼓動が速くなるにつれて、そのちょっと鬼が近くに来てるよっていうことなんですけど、その心音がしない鬼もね、いろいろ種類がたくさんございますのでね、どの鬼かを早々に見極めて、その鬼に対するふさわしい逃げ方をする必要があります。で、あれは同じサバイバーの仲間が悲鳴を上げてますね。ビリビリ攻撃をやられて居場所がバレてる状態ですね。ああやって鬼にもああいう風に見えてます。なので、これはドクターという電気光線を浴びせてくるドクターという鬼ですね。説明がめっちゃうまい。本当に？ありがとうございます。何も考えてなかった。全然ざっくりじゃなかった。ざっくり言うと鬼ごっこかな。頭いいから説ありがとうございます。こんばんは、いらっしゃい。どうも。タンクトップがセクシーでしょ。これタンクトップじゃない、なんだろう、ランニングウェアみたいな感じなのかな。ナースもいるね、鬼に。一見ナースってさ、可愛いものを想像しがちなんだけど、普通になんか怖いからね。
まるで先生のような説明ありがとうございます。家庭教師をやらせていただいてる身なので冥利につきますよ。で、右下にあるのがパークといって、その生存者が持ってる能力のことを指すんですけど、レベルアップに応じてその報酬ポイントなるものがもらえるので、これ今つけない方がいいな。そのポイントで能力を手に入れるっていう感じなんですけれども、叫んじゃった。そういう風に居場所がバレちゃうんですよね、叫んで。助けに行けないな。で、このセルフケアっていうのが自分で自分を治療することができる能力。それぞれ生存者が持ってる能力は違うのでね。ナイス。で、私は傷ついた人が見える能力も持ってるので、ああやって黄色く表示されてる人が一回切られて傷ついた状態で走ってる人のことですね。あの人を起こしてあげよう。2回目ですかね、あの人。あの人ちょっとやばいな。2回目だからな、助けに行かないとな。サバイバー同士で回復し合うこともできます。セルフケアを持ってる人はね、自分で自分を治療できるんですけど、これも助けに行っちゃおう。使うかボロ。間に合え。あ、やばいやばいやばい。よし、危ねえ。あ、板、板が倒れない。ビリビリ食らってたからかな。殺されちゃいます。仲間から助けを取ります。で、まだジェネレーター1個か。なかなか回ってはいますね。板タンちょっと反抗期だ。久しぶりに来たけどやっぱりいい声。ありがとうございます。あ、出口開いたね。出口を開けるための電力が今ブイーンって通電しましたね、出口に。さあ、助けに来てくれるのか。上に仲間がいますね。釣られてる状態の黄色い表示は、仲間の表示は普通に傷ついてるとか傷ついてないとか関係なく見えるようにはなってます。釣られてる状態だと。それは無理、それは無理。ちょっと待って、それは無理。殺されちゃうかな。そう、寝てる人が自分を含めて2人いるね。
お、ワンちゃんいける。ありがとう。これやばいな。ワンちゃんレッドハード。ついてるからこのまま治療せずにギリギリまで早くしておこう。あー向こうあれ吊るされてはいないか。こっち開くね。あ起こしたみたいだな。あやばい、天民さんの。やばい、これ無理だ。あー無理だこれ。そこのまま出口ぐらい。どうだ、ダメだダメだ。鬼は一人だね。あー、ハッチが。いやー、これ死ぬしかないな。あー、仲間見捨てて逃げればよかったかな。無理だと思うな、絶対あれ一人じゃ。やったな。そうだね、ちょっとどうしても好感度気にして助けちゃうんだよね視聴者側の好感度気にして助けようとしちゃうんだよね。日本では結構それが 美徳だとされてるから。なんだろう、自分の身を犠牲にして仲間を助けるということに美しさをね、日本人は見出してるからついやっちゃうんだよねいやー好感度は気にするよ。気にしないと配信者じゃないもの。もちろんね、我を行くね、我の強いところが受けてね、そういう配信やってる方もいらっしゃいますけど、私はそうじゃないからな大事、好感度大事。さあ行きましょう。はい、どうしてもねご飯食べると眠くなっちゃうんだよな。よいしょ。ブラックミヤネ。え、でもぶっちゃけ人を助けずにジェネだけ回して出口だけ開けて逃げれば簡単にランクは上がるなでもやっぱそれだけだとね、このゲームの面白さは存分に味わえないのでね。レッチドショップ開幕早々傷ついてる人がいますね。なんかそういうパークなのかな。このパーク私わかんない、使ったことないから。最初から傷ついててあれどうなるんだろう。
なんか逃げてない、あの人。大丈夫かな。あ、鬼に追われてるね。あれなんだろう、トラッパーかな。トラッパー臭いな、あのシルエット。罠を仕掛ける鬼っぽい。初見の方いらっしゃい、こんにちは。宮地でございます。あれトラッパーだな、すごくない？トラッパーだよね。トラトラちゃん得するパーク、あれなんだろう、何が得するんだろう。トラッパー臭いな。よっ、マジか。早い段階で。かわいそうだな、今追われてる人。気の毒だな。マジか。遅刻してしまった。いらっしゃい。こんばんは、いらっしゃい。あ、マイケルだった、あれ。ほんと？マジか。いや、マイケルじゃない。どこに仕掛けた？ここか。ナイスナイスナイス。うー。ああ絶対逃げてもらって、今かな。すまん、ちょっと取るよこれ。ボロを使った。バカ、なんでロッカー入んの。いや、私がヘイト集めればいいか。いや絶対ワンちゃん戻られるよあれ。あーほらー、あのタイミングでロッカー入るのはちょっとダメですよ。知らないよ、私は知らない、私は知らない。ほらワンちゃんハッチかな。わあ、知らない。知らない。DVD って何の略？デッドバイデイライトというゲームの略ですね。トラさんだとね。何ゲーですか？逃げゲーですね。これさすがに逃げんってやばいな。足早え！
やばい今のはすごった。無理、さすがに無理、さすがに無理。今デッドハートうまかったな。デッドハート今うまかったな。ズガジさん、いやもうダメですよこれ。二人が序盤に死にすぎ。うまかった。ありがとう。今のタイミングはうまいと私も自分で思った。イエーイ、ありがとう。待って待って待って、デッドハード忘れてた。あーあーうん、いやくれる？あー見つかってる。あーりゃーりゃー全滅だ。あーハロウィン仕様はねやっと終わったみたい。1ヶ月間ぐらいずっとハロウィン仕様引き続けたからな。1ヶ月は言い過ぎた。半月目の前で引っかかったね。まあ草の中だったからね。よし次行こう。ちょっと味方が一発目すぐ死んだのがあれ、ちょっと死ぬ方がった。粘って欲しかったな。まあでも萎えるからね、1回目ですぐ釣られたら。わかるけどな、見せて欲しかったな。え、マジ今週で11月終わるの早っ。やばっ、卒論。卒論は嫌だな。もうなんか大きい休み欲しいな。お、これ欲しい。あ、どうぞどうぞ。教官大好きだけど。あー、つける前に行っちゃった。まあ、いっか。いやー卒論、やだな卒論嫌い。ゼネ4個で2人死んだら終わりに近い。ゼネ2人で、あ、じゃあゼネ4個で2人死んだんか。あ、そりゃあしんどいな。何割できたのそれは秘密。いやーでも卒論って長いんだよね。クリスマスの生放送してくれませんか。
する予定ではあるんだけど、どうなんだろうね。ちょっとわかんない。卒論次第かな。できるとは思うんだけどな。てかしたい。うん。せっかくのイベントで配信しないのはちょっとさすがに。なんか、リアルでなんか、用事が入るんだったらさ、わかるんだけど、用事入んないからな。だったら配信したいよねっていう。お、もう早速回してる。こんなんばっかだな。うん。カーソルどこ行った？あ、カーソルどこだ？あ、出た出た。なんだよー。うわ、最悪！赤瓶だ！うわー、これめちゃくちゃラグいぞ。うわー。アクセルワールドみたいにゲームの時間はリアルで時間があまり経ってないとかの仕様になってほしい。え、そんなのあるの？アクセルワールドって。最高の、最高の世界じゃない？それ。いいな。なんかもう、なんだろうな、すごい、今の時間終わってほしくないっていう時間とさ、この時間早く終われっていう時間あるじゃん。その時間を操れるようになったらもう最強だと思うよね。いや、時間操りたいな。なんかどれか一つ能力が手に入れられるとするならみんなどんな能力がいい？ステルス化もいいなと思ったんだけどね。ステルス化、ステルス化能力割といいなと思ったけど、時間を操る能力って最強じゃないか。VR 的な設定。 VR やったことないからわかんないの。やってみたいな。あ、でもなんか体験版ちょっとちらっとね覗いたことはあるんだけど、なんかすごかったね。てか頭が重い、あのVR の装置。なんかマイケルの予感がしてきた。悪いこと考えてる。いや、なんだろう、なんだろうな。ステルスになるとなんか、なんでもし放題じゃねっていう、なんかそういう、感じ。学校休んでもバレないし、みたいな。バレるか。バレるわ。それは勘弁してほしい。バレてるか。一点うまいな。ほい。あ、待ってよ。なんだ、味方の爆発のせいで見つかったようなもんじゃねえかよ。味方どうにかしてくれ。まあ、ランク今、ランク台が低いからしゃあないな。いやー、なんだよ。なんだよ。斧投げめっちゃうまいな。ちょっと直線の逃げ方だったから、曲がるぞってところでやられた。いやー。いつも見えねえのまで声が聞けるまで。卒論書く能力、でもそれ卒論書き終わったら終わりじゃない？時間を操る能力だったらさ、卒論の提出期限まで時間をずっと止めておくんだよ。いや、うまいな今の。やば。ありがー。
を癒せる能力、回復能力、治療能力。ラグ、動かねえ。なんだ。あ、ラグい。いやー、赤ピンはこれだからやだ。うわ、ランク下がった。最悪だよ。うわ、最悪だ。ちゃんとピン見とこう。空間移動、空間移動。あ、空飛ぶとかそういうこと。わあ、空飛ぶのいいな。うわ、無理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 。ナースみたいにブリンクできる。ブリンクか。でも新幹線とかいらなくなるよね。身体的にも精神的にも人を癒せたらいいなと思います。確かにね、癒すってもうそれだけもう心を許されてるっていう感じだもんね。人からの信頼をあれするってだいぶでかいことなんだろうな。ちょっと一旦これ外して、これつけよう。よし、行くぞ。瞬間移動そんなに。あ、でも学校とかあれか。学校ギリギリまで寝てギリギリまで寝てシュッて学校に登校するっていう。アーカイブ残せたら残します。再生リストにね、一応ね、残ってあるものは残ってあるから、みんなそこを覗いてみ、多分ね、わからない人が多いと思う。あ、動画消えちゃったのかって思ってる人がいるかもしれないけど、限定公開でね、動画一覧には載せずに再生リストに追加してあることがほとんどです、アーカイブは。なかったことをなかったこと、どういうこと？どういうこと？はい、眠か。本日も髪の毛が荒ぶっております。こんちか。わ、わかる？みんなこのほら見て、しゃがみがすごい速いの。都会の逃走術っていう能力をつけたんだけど、しゃがみでこんな速いの。普通に歩くスピードでしゃがんだ状態で歩く、進むことができます。すごいっしょ。いいよ。頑張れ。逃げてる人がいるな。都会人はしゃがんでも早いのか、なのかな。そういうことなのかな、都会の逃走術って。
会の人はしゃがんでも、しゃがみ歩きがめちゃくちゃ早いってこと？そう、都会の逃走術っていうパークなんだよね。都会すごい。こんばんは、いらっしゃい。都会人滑るように歩くよ。なるほど、そういうこと。この向かい側に吊るし台があった気がする。一回離れよう。いや、つけちゃってもいいかな。ナイス。ナースコールついてる？ついてないな。よし、回る。ナイス。ここ回るの偏ってんな。ラスト1個。出口付近だ。そこにいるな。わあ、見つかるな。舐めてんな、このサバイバーたち。あ、お前がクソ。待って、もう一個あっちか。これは余裕で逃げられそうだ。これもうみんな逃げられます。あっちから逃げて。
れ鬼たちどこ行った？逃げちゃおうか。よし、やったー。わっ、ごめん、うるさかった。マイク壊れたんかな。なんかすごいビリビリ言うんだよね最近。最近めちゃくちゃビリビリ、多分壊れたんかな。大丈夫かな。よいしょごめん、うるさかったね。すまね、めちゃくちゃビリビリ言う。バリバリ、わーい、逃げられた。やったーやったやった。よし、マイクスタンドね、買わない結果がこうなったのかな。ちょっと落としまくってね、マイクスタンドじゃないものにね乗せて使ってるからよく落ちちゃうんだよね、安定してなくて。いや、スタンド何買えばいいのか全く分かんないな。あのいいマイクもね、あのなんだろう、いつもバイノーラル配信してるマイクもスタンドがないんですよね。いや、元からついててほしい、本当に。その分値段上げるから、ちょっとスタンドなんでついてない、分かんないんだよね。なんか何ミリ、なんかよくわかんない。 なんだろうね、全然よくわかんないんだよ、スタンドの概念が。鬼やることはあんまないな。だって鬼って捕まえられなかったらなんかイライラしちゃう。鬼ごっこはなんか逃げる方が楽しくね。私の周りを走るの、止めてくれ。足跡がつくだろう。しがみ歩きめっちゃ速い、やばい。ん？なんか。回そうかな、絶対こっち次来ると思うんだよ。ルインだ、ルイン。あー眠いの、すごく眠眠してるの。失敗。ん？私は帰ってきた。おかえり。なんかオスメスじゃだけじゃなくて、なんかね、なんか穴の大きさとかあるらしくてよくわかんないんだよね、ネジの大きさ。ムッシュ君にちょっと選んでもらおうかな。何買えばいいか本当に分かんないよね。今までだってスタンド買ったことないもんね、配信してて。ヘッドセットです。初代はねヘッドセットだったから、ヘッドホンになんかマイクがピョーンって伸びてるようなやつ、あれを使ってたんだよね。
って本当に分かんなかった。待って本当に分かんなかった。え？嘘でしょ？え？なんか近いなとは思ったけど、ありがとう。あ、散らせる？いいよ。あーごめん。ありがてやで。背後全然気にしてなかったな。いかんいかん。なんだよ、結構近づけんじゃねえか。もうなんかゆっくりチェーンソー発動してたもんね。絶好調だな、この鬼。ナイスナイスナイス。やばい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 。うまくね？気のせいか。イケメンの鬼？捕まりたくなっちゃうじゃん、それは。あ、いやいや。Thank you。待って。待って、本当にやばい。こんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとう。やばいな、ちょっとこれ、泣きそう。なんか、全然。殺されるのやだ。イケメンでも殺されるのやだ。負けず嫌い。いやもう昔はね、頭のいい男の子いたんだけど、その人とすごい張り合うことがね、生きる目標だったね。いや好きとかじゃなかったんだけど、なんだろう、ライバルがいることのなんか楽しみを覚えていた。その男の子に絶対テスト負けたくないと思って、毎回必死で勉強してた。張り合う相手がいるっていいよね。よいしょ。毎回テスト何点？
突っかかられたり、突っかかりに行ったりしてたな。ちょっと待って、お母さんが。ママおやすみなさい。お邪魔してってください。よし、やばい、眠くなってきたな。そこのゲームで終わって30分ぐらいだけ寝ようかな。ね、眠くてもうなんかまともに喋れてるのが否か分からなくなってきたでござる。ごめんごめん、親フラでした。よいしょ。何？私が親フラの間になんか誰かが釣られているじゃないか。助けに行くしかないな。あー眠い。またこいつかよ。なんか今日めっちゃこいつに出くわすな。よし行こう。やべえ、強いのかな。その場で回復しましょう。よし、こいつなんだ、うまいな、うまいんだが、なんだよ。強い、うまい。こいつ強えじゃねえか。ナイス。助けに来る気配ないね。
とう。ちょっと どいて。どいて。ゼネが全然回ってない。やばい。これ終わったな。あ、やべ。コメント見てた。くそ。鳴らしたら基本もう離れようかな。今いた？これやばい、これやばい。ああ、もうやだ、ほんとにさ。ああ、もうダメだ、もうダメだ、もうダメだ、今日ダメだ、ダメダメだ、もうダメダメだ。よし、今日はこれで終わります。この辺で終わりたいと思います。あー、ランクが大いに下がった、大いに下がった。うー、お疲れさん。はい、 DVD はこの辺で終わります。お疲れさんでした。バイバイ。